皆さん、これ見てください。でーん、シミ。あ、早い早いけど、これ捕まったぞ。片手にカメラ、いや、いや、これシミですね。時々ね、なんかヤフオクとかにね、餌とかで売ってるのを見かけますが、全然捕まえられないぞ、これは。あ、ちょうどいいかな。あ、来た来た、確保。はい、ちゅうことでこれがシミですね。シミです。はい、皆さんどうもこんにちは、ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、アギトアリをね、アギトアリのですね、ちょっと巣がね、汚くなっちゃったんで、これ、見えるかに？ほら、汚くなっちゃったんですよ。なので、これをですね、ちょっと掃除をするというか、こっちの新しい綺麗な方にアギトアリをですね、入れようと思ったんですけれども、なんと、まあこれさ、アギトアリ、これ卵を産んだんじゃないかなと思って、今見たら本当にさ、これ卵でしょ。これよ。見える？これ卵っすよね。このチョンってある白いやつ、これ卵だよね。ほら、手ぶれごめんなさいね、気持ち悪くて。で、他を見当たった、あ、これもか。ちょっと待って、私目で見る。ちょっと目もあれなんだよな。いや、汚れだな。さっきのやつは卵っぽいっすね。いや、卵だな、これな。2個ある、多分2個ある。で、どうしようかなと思いまして、急遽ですね、新しい巣には移動させずにですね、ちょっとこの汚いこの食べ残し、一応自分のいるこの穴の中にはね、この穴の中には置かずに、ちょっと外にはけてんすよ、こやつら。ほら、外にはけてんすよ、この辺とか。ちょっとコオロギとかいろんなのが。ですので、ちょっとこれをですね、取っていこうと思います。それで、もしその卵がですね、まあいい具合にこう育ってきたら、巣にね新しい巣をね、ちょっとこう戻してやろうかなと思っているわけなんですよ。結構ネリネリだな。で、今のところですね、温度は玄関のとこに置いてるんですよ。なので18とか、まあそれでも18とか17とかですね、いや絶対卵でしょこれ。ほらほら、これ卵っすよね。卵だと思うんだよな、これな。はい、ちょっと掃除しようと思って、引っ越しをね、取ろうと思ったんですけどね、卵みたいなのがいたので、ちょっと断念しました。それでですね、ちょっとすいませんね、ここからなんと捕食動画になってしまうという。ですね、私のうちでですね、初めてね、シミっていうね、生き物がね、発見されました。それをですね、ちょっとこれあげてみようと思って、ちょっと餌として、アギトアリはね、
あれなんですよ、いろんな種類の餌をあげないといけないということで、私がね、このなんか知んないけど段ボールの裏から出てきたんですよ、これ。シミ先生、はい、3億年ぐらい前から生きてるらしいです。すいません先輩、申し訳ないです。アギトアリもだいぶ先輩だと思ったけど、で、いろんな餌を、彼らにはあげたいので、外にいるね、ハエとかそういうのをね、暇な時に捕まえてあげています。はい、で、ちょっとかわいそうですけれども、すいません、シミちゃんもあげちゃおうと思います。はい、すごいな、キラキラしてる。で、食うやろな、これな。あれ、食わねえか。どう、なんかしてる？してないね。まあでも確かにね、これ卵ですよね。うん、ちょっとちょっとかっこいい姿が見れなかったけど、ごめんなさいね。今んとこね、順調ですということです。順調でした。はい、結構ね、餌をね入れて放置気味なんですよ。あんまり見ると良くないかなと思って、で、今回久しぶりにまじまじと見たんですけれども、やっぱりね、産んでたね。やったぜ。よし、ではね、今日はごめんなさい、これで以上になります。またですね、次の動画期待してください。もしかしたら幼虫トゲトゲのやつが出てくるかもしれませんよ。なんかね、アギトアリってトゲトゲなんですよ、幼虫。かわいいな。はい、では今日はこの辺で失礼します。またですね、次の動画上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で、何回目、何回次の動画言ったかお会いいたしましょう。